はい、じゃあね、このできたばかりの、新しいサワーだね。まだ若いのでね、勢いがそんなに良くないね。で、これは5日目の朝の餌やりが終わって夕方に出来上がった種。これでまあ元種が完成したということになるんだけれども、で、ここからどうやって例えばカンパーニュにしていくかということだけども、まだね、ちょっと勢いが弱いかなっていう気がするので、なぜかというとやっぱり何年も継いでる種じゃなくて若い種っていうこともあるの で、しかもこれは今できたばかりなので、ちょっとまだ心配なので、もう一回かけ継ぎをします。で、それはですね、どのように計算していくかというと、カンパーニュ、1キロのカンパーニュを作る場合、酵母は 100g いります。で、100g の酵母ね、を作ると、これを最終目標で、どうやって作るかというと、まずこの勢いがない酵母ね、これ勢いがない酵母を使う場合、最初1対1で起こす。で、それからカンパーニュに使う時に1対2にすると。で、なぜこのように最初1対1対1で次1対2対2にするかというとですね、最初にこの1対1対1にする理由は、とにかく捨て種を減らしたいから、なるべく少量でやりたいというのは私があって、それで1対1対1にします。で、次1対2対2にするね、まあこれは割とね、オーソドックスなやり方で、カンパーニュとかに使う酵母はこの割合で餌やりしたものをパン生地に使うというのは、まあまあ割とオーソドックスなやり方かなと思いますね。まあ海外の人のやりってる人たちのを見ても、私がちょっと参考にしてる人たちはこういう1対2対2だったかなっていう感じかな。じゃあまず最初100の元種をどうすればいいのかってことだよね。餌やりをだから2回やりたいわけよね。これが1回目で、これが2回目、そして次でパン生地へっていうことよね。じゃあまず1対1対1、例えば 5g 対 5g 対 5g で 15g、 これ元種ね。そう、 15g の酵母が出来上がるわけね。で、これ1日目、ね、で2日目、2日目っていうか、まあ、2回目ってことね。1日に2回やってもいいからね。それはもう生活スタイルに合わせて。次 15g ができました。じゃあ 15g 対次 30g 対 30g、 1対2対2だからね、2回目は。そうするといくつになる、30、30、60、75g酵母ね。そうすると1キロのカンパーニュに、ね、こう1キロのためには 100g の酵母が必要なのに 75g であると。じゃあちょっと足りないなと。したらじゃあどうしようかなっていうことに。じゃあこれは 15g というのは間違いだった、ね、こういう考え方をやっていきます。よくね、計算がわからないって言って諦めちゃう人がいるんだけども、計算って聞いただけで諦めてしまう女性の人はすごく多いのね。でも考えることを諦めないね。ってこと で、計算が分かんなければこれをなんとなくちょっと増やしてあげればいいんだよね。例えばじゃあ 7g にしてみようと、ね、7g 対 7g 対 7g にしようと。そうすると 21g の酵母ができるよね、1回目がね。そしたら2回目やるときはこれを元種にすればいいんだから、21g 対、まあ、20g として換算しようか。結局ね、まあ、水が蒸発したりなんとかするので、大体でいいです。21g 対42g 対 42g。で、計算上でいくと、これは 105g か。そうすると計算上足りるよね。ただこれは問題なのは、計算上足りるというだけなので、実際はなんかほら作業してるうちに水分が飛んだりなんかして、プラスマイナス 10g ぐらいの誤差は考えておいた方がいいのね。これから 100g を
酵母を取ってしまうと5グラムしか残らないと。でこの5グラムはキープしとく、次の元種としてキープしとくものなので、ちょっと残りが5グラムだと不安な感じがするよね。もうちょっと残しておきたい。まあ、慣れてきたら5グラムでもいいけど、プラスこれをやっても実際できるのは100グラムってこともあるのね。あの途中で水分が蒸発して、なのでってことは、じゃあこの21グラムじゃちょっと少ないんだなってことがわかると。そうするとじゃあやっぱり8グラムにしようとね。8グラムで16グラム、あ違う間違えた、8グラム対8グラム1回目ね、8グラム対8グラム対8グラム、そうすると24グラムの種ができるわね。じゃあこの24グラムを元にすると、対この48グラム対48グラムは130グラムか。まあこんなもんかな最初はね。130グラム、そうすると100グラム、パンに使っても30グラム余ると。まあ、ちょっと多いなって気がするけど、まあいいか。20グラム残るぐらいがいい、20グラム残るぐらいが、まあ、ちょうどいいかなって思うんだけども、元種として冷蔵庫にキープしとくんだね。そうするときは私はどうするかっていうとね、でなんとなくこの辺を45と45にしてみたりする。まあ、その辺の細かい誤差はそれほど問題はないです。なぜかというと、カンパーニュとかこういうパンはもう人類がすごい大昔から食べてるものなので、サワー種の歴史だって結構長いよね。もう何千年も前からこう似たようなパンは焼いて食べてるわけよね。だからこの計りがない時代からあるものなので、細かい誤差はまあ気にせずやるということで、まあ24対45対45ぐらいで今日は起こそうかなということで、今日はねこれでいきますね。ってことはどうするかというと、1回目だから8グラム対8グラム対8グラムで、まず24グラムの元種を作ると。でもう一回思い出してね、ここに24グラムあるじゃんって思うかもしれないけど、これはちょっと勢いが弱いからもう一回起こしたいっていう理由で起こすんだよ。ってことでじゃあやりましょうか。じゃあね、そしてまた恐ろしいことに捨て種コーナーが増えていくというね。この捨て種が増えていくっていうのは本当に最初作るときは悩みだね。でこれからはこんなに何度もかけ継ぎしなくてもいいので、最初起こすときだけは毎日毎日かけ継ぎしないと酵母が死んじゃうから、こんなに毎日毎日やって毎日毎日やるから捨て種がたくさんできちゃうけども、これがね安定してきたら週に1回の餌やりとかで平気だし、もっと安定してきたら2週間に1回でも生きてるので、まあ2週間に1回ってちょっとああしまった2週間経っちゃったっていう感じはあるけどね、ちょっと上の方がグレーっぽくなってきたりすることもある。そしたら上を取り除いてやるとかね、ちょっととりあえず 8g ね、うん、こういったもう 8g あるね、ちょうど。そしたら結局ね、目的としては2回続けて餌やりをしたいのね。そのために1回目は1対1対1にする。1回目も1対2対2でもいいんだけども、そんなことしたらまた捨て種が増えちゃうので、なるべく最終的な量を減らしたいっていうのがあって、1対1対1で収めると。水 8g、うん、これ今ちょっと一緒にしちゃったけど、小麦の全粒とライ麦の全粒が半々です、ね、ちょっとこれ粉にしてくるけど、まあ、皆さんはひいたの使ってもらえれば全然いいので。はい、粉になりました。はい、じゃあこれをねまた蓋をして、またそうだね8時間ぐらいかな。今夕方、困ったね、今夕方6時ぐらいで、8時間だと夜中になっちゃうね。どうしましょう。まああったかいからもしかしたら早めに発酵してくれるかもしれないね。まあいいや、やろうとりあえず。あ、そうそう、気温はね25度ぐらいかな。でまあ6時間から8時間以内にはぐらいでブクブクしてくるんじゃないかなっていう気がするね。ほい、はい、翌朝になりました。
これね、昨日の夜夕方4時に餌やりをして、昨日の夜中12時ぐらいに見てみたらもうこのような状態になってたので、まあ、そこで餌やりしてもよかったんだけども、眠くてねできないから、これをそのまま冷蔵庫に突っ込んどいて、冷蔵庫の中で朝8時まで保管しといて今出したところね。でこれね、まあ見た感じね、そんな勢いは良くないけど、まあ匂いを嗅ぐ限り酸っぱいけど、まあ腐ってはないかなっていう感じなの。まあ、あの腐ってるか腐ってないかの見分けって、匂いをね深く嗅いでみる。そうすると腐ってたらね、人間の本能は分かるので、意外とみんな分かんないって言うんだけども、腐ってたら深くって吸うと鼻へうっ、もう嗅げないことにはなるので、で吸ってどうなんだろう、酸っぱいな匂いがってぐらいだったら、それは腐ってないっていうことなので、発酵ってことなんで大丈夫です。匂いはね、でもやっぱり若いからね、ちょっと酸っぱいんだよね。これ嗅いでみると、酸っぱいね。でやっぱりこっちの古い方、ずっと餌やりして何年もついでる方、こっちはね、まあマイルドなんだよね、やっぱり匂いがね。これは年数の問題じゃないかなって思うんだけどもね。まあどうかね。じゃあとりあえずちょっと餌やりしてみましょう。はい。でこの酵母ね、これ今できたやつはこの 8g 対 8g 対 8g でとりあえず 24g にしとと。まあこれ 8g 対 16g 対 16g でもよかったんだけども、そうすると増えすぎちゃうので、とりあえず 8+8+8 で 24g ができてるはずなのね。で予定では 1kg のカンパーニュを作ると、それのために 100g の酵母が最終的にいりますよっていうことなんだけども、なぜ 100g かっていうのは、それはまあそういう 100g そういうレシピだからとしか言えないね。こういうこのレシピで、ちょっと見に汚くてごめんなさいね。このレシピで、酵母は1キロのカンパーニュで酵母100グラム使うというレシピだから、ここはなぜとかそういうのは特にありません。そういうレシピだからってことね。1キロのグラムのカンパーニュを作るために100グラムの酵母を目指して今ここまで来たわけだね。そして次は元種24グラム、これ全部使って粉と水を40×48g 入れて、これ足すと 130g の酵母ができて、そこからマイナス100酵母を使うと残り 30g になると。まあね、1キロのカンパーニュを作ろうと思ってたんだけども、まあ 500g でいいかなってちょっと思い始めたので、ちょっと変更します。でまだこのふうに酵母が少ない場合、変更しても捨て種はそれほど多くならないので、そんなに問題にならないので、じゃあ今から変えるよ。じゃあここで 500g のカンパーニュに変更を作る。そうすると酵母は半分になるね。 50g の酵母が最終的に必要だと。じゃあこれを目指して餌やりをしましょうってことだね。 50g の酵母を作るためには、元種をカンパーニュを作る最終段階の餌やりは1対2対2にします。別に1対3対3でもカンパーニュができないかというとできるんだけども、これがなんとなく、まあ、カンパーニュのこう膨らむ勢いもいいかなっていう感じで、まあ、私も最初の頃はね、この1対2対2っていう割合を知らなかったので、1対 3.5 ぐらいでやってたのね。まあ1対粉と水は3倍ぐらいでやってたんだけども、まあ、こっちの方がね、カンパーニュがこう勢いがいいかなっていう気がして、まあ、こっちに変えたんだけど、まあ、そんな感じでね、正解は一つではありません。酵母とかカンパーニュの作り方に関しては。みんなどうしてもね、一つの正解を知りたがるんだけども、世の中、大抵のことは正解は一つではないので、一つの正解にこだわらない。ね。じゃあこれが50に、グラムになればいいってことだよね。じゃあ 10g でぐらいで考えようと。そしたら 20g でしょ。 20g、 そうするとこれは合計 50g。 おお、カンパーニュができるじゃないかって。これでね、 500g の
で例えばこの元種が 10g しかなかったら、これだとキープしておく元種がなくなってしまうので、そういう場合は 12g 対 24g 対 24g で、これするといくらだ、 60g、 したら 10g 余るよね。そうね、まあ、計算上 10g だけど、実際余るのはもしかしたら 5g ぐらいかもしれないね。こういうとこにくっついた汚れとかが取りきれなくて、そぎ落としきれなかったりとかしてね。じゃあね、くらいでやりましょうかね今日は。そうするとまあ 60g、 まあ、ちょっと心もとないので 10g 余るだけだと 25g ぐらいにしとこうかなみたいな、まあ、この辺適当です。そうすると少し多少増えて 62g になるわけだね。まあ、そうすると 10g ぐらい余るんじゃないかね、 650g 使って。よし、じゃあこれでやろうという感じで、考え方はこういうことね。実際やらないって数字だけこうやって見てると、あ、もう自分は計算無理って思っちゃうんだけども、とにかくね、実際やることが大事です。数字を羅列を見ただけでもう無理って思う人はたくさんいるんだけども、それはね、やっぱりね、意気込みの問題なので、例えば無人島で一人で何も食料がない時に、これ対2対2で 50g になるように計算して、そしたらご飯あげるよって言われて飢えてたら、絶対みんな諦めないでちゃんと考えると思うんだよね。難しい計算じゃないけれども、数字があるってだけで諦めちゃしちゃう人がいるので、始めちゃえばまあ誰でもできることなんでね。はい、じゃあ元だね 12g、 今日はね、まあ、500ちっちゃめのカンパーニュにしましょう。 500g でいいかなっていう感じなん でここから 12g だけ残す。はい、 12g。 はい、じゃあ水を25入れます。で、また小麦全粒粉とライ麦全粒粉を半々になってます。これ、合計して 25g ね、粉が。ちょっと待ってね、また粉にしてくるから。はい、これを混ぜます。ぴったりしか作ってないので、この辺をよくそぎ落としてね、こういうのね。はい、じゃあこんなもんかな。じゃあこれでまたちょっとゴミ干しといて、蓋をして、そうね、6時間ぐらいじゃないかなと思うんだけど、どうかな、6時間8時間ぐらいかな。今の気温は今日も25、6度です。はい、はい、ただいまね、夕方4時、まあ、8時間ぐらい経ったかな。ちょっとね、倍ぐらいになってきたので、これでいよいよカンパーニュにこの種を使いたいと思います。ちょっと匂い嗅いでみようかな。これね、匂いを嗅ぐとかね、味見をするとか結構重要なんで、そこでうっみたいな匂いがしたら、もうそれは腐ってるんで、ちょっと、うん、酸っぱい匂いがする。うん、酸っぱいね。でも全然なんていうの、うっみたいな感じにはならないし、大丈夫ですね。で、もう心配な人はちょっと食べてみるとかね、もうしてもいいと思うんだよね。舐めてみるとかね。じゃあ若い酵母でちょっとあんまりすごい勢いがあるわけではないけれども、まあ、それは最初は仕方がないかなっていう気がするので、このままカンパーニュ作りに入れましょう、これを。はい、じゃあね、カンパーニュね、レシピはね、タルティンベーカリーってサンフランシスコの人たちのレシピのちょっと変形版といったところかな。まず酵母、500g のカンパーニュを作ることにしたので、これね、酵母 50g、 全粒粉 25g、 粉、まあ強力粉ね、225g、 まあ別に純強力でもいいと思うし、で塩 5g、 水まず 155g、 あとで 12g 入れます。はい、じゃあまずこのできた酵母ね、入れます。
でこれだけ残るでしょ、これね、これは元種として冷蔵庫で取っときます。これね、これすごい大事、これをやらない、これを取っとかないと次回やるときまたあのゼロからスタートしなきゃいけないので、これを残しとくっていうのがすごい重要なことですね。これで、これは冷蔵庫に入れとくんだけども、上にちょっと粉をかけとくといいかもしれないね。はい、全粒粉25、まあ25なんだけどちょっと28入ってんだけど、ちょっとこっちに少し上にかけようかなと思ってんで、まあいいや、まあそんなね 1g 2g はどうだっていいので、でこれ例えばね 50g とかにしたら、その分あの白い方の粉を減らせばいいわけだからね、別にその全粒粉が 25g じゃなきゃいけないということはないからね。何だっていいのよ、何だっていい。はい、全粒が25入りました。でここでですね、例えばこの元種ね、さっき残しといたこれまだ結構若いから気をつけてあげなきゃいけないと、腐らないようにね。でそのためにはちょっとね、空気に触れないようにこう、ここをね、ちょっとパラパラ、冷蔵庫にしまう前にちょっとこうにパラパラっと上に振っといてあげるのもいいね。もう明日使うとか分かってればいいけども、まあ大概ねできなかったりとかね、他の用事ができちゃったりとか。でこれで冷蔵庫にしまっとくということで、これは冷蔵庫にしまっ、これがまあサワー種の流れですね、作り。はい、水はいくつだったっけ、水は155か。これあの入れる順番とかはどうでもいいからね、水を先に入れてもいいし、ただいきなり酵母の上に塩ガーンとかかけるのだけはやめてほしいかな。やっぱり塩上にガーンとかかけちゃうとちょっとね、あの酵母の上に直接はちょっと強烈すぎるので。あ、163になっちゃった、喋ってたら。まあいいか、次粉225。今日はね強力粉を使います。これはね国産の、オーガニックの強力粉です。まあこんなもんでしょ。でこれぐるぐる回すと、なんとなく全体に水分が行き渡るようにするのが目的なので、全体に水分が行き渡るように混ぜます。であの元種はね、今はとても若い状態なので3日に1回ぐらいは餌やりした方がいいね。最初の1週間ぐらいは、1、2週間は割と頻繁に餌やりした方がいいかもしれない。あのずっとこれかけ継ぎたの餌やりのことねをしているとどんどん強くなっていくので、私がいつも使っている方の古いサワー種なんていうのは2週間ぐらい放置してても全然生きてます。でこれ蓋して、またこれで今の目的はこれ水分を粉に吸収させるのが目的ね。で30分ぐらい置いておきます。でそれが目的なので、だから30分が例えば1時間になっちゃったとしても、まあ特に問題はないです、ね、はい。じゃあ30分ぐらい経ったのでちょっと見てみましょう。うん、だいぶ吸水した感じがするね。粉っぽさがねなくなったから。そしたらね、塩と水を入れるんだけど、塩が 5g、 塩 5g ね、水が 12g。 私はね先に水入れてそれから塩入れるんだけど、まあどっちでもいいっちゃどっちでもいいんですけどね。そして混ぜる。寿司を握るときに手に水をつけとくと手につきにくいっていうのと同じで、手にちょっと水をつけて、で混ぜ込む塩をね。
そう下にちょっとついてるからそれをそぎ落としてサイドとかね、でイメージとしてはこう上から下に押す感じで、何がしたいかっていうと、こうまだねもう少しダマがあったりするのね、小麦の。だからそういうのを潰していく。こうよくねこうぎゅうぎゅうこうやってる人もいるんだけど、そんなことは必要なくて、ただ単にこうこういうふうにあるでしょ、これをこうで押し込む、したらこのここね押し込む、まあ 500g だからね、これそんなにダマもなりにくいね。これがね 1kg とか 2kg とかになってくると結構ダマがあってこう潰さなきゃいけなかったりとかするんだけど、 これぐらいの量だと大してダマにはならないね。うん、こんなもんでいいかな。そしたらまたね30分ぐらい置きます。はい、じゃあね20分ぐらいしか経ってないけど、まあいいや、ちょっと犬の散歩に行きたいから。じゃあもう一回手を入れます。と水を濡らして、うん、だいぶちょっとつるっとしてきたね。これも下から上に持ってきて押し込むって感じね。だいぶこうねつるんとしてきた感じがするね。まあこねなくていいので、これは長時間、これはね時間をかけているうちにグルテンはつながるので、一生懸命こねてグルテンを出す必要はないです。うん、まあこんなもんでいいかな。よしね、だいぶつるっとしてきたね。これでちょっとしばらく置いときましょう。そうね、今夕方の6時なので、夜中に焼くのは嫌なので、途中で冷蔵庫に入れて発酵を止めようかな。あ、1、2時間はちょっとこのまま置いときます。その後冷蔵庫に入れようかな。はい、ただいまね夜8時で2時間ぐらい、まあ、常温っていうか、まあ、23、4度かなに置いといたんだけども、まあ特にねそんなに変化はないですね。ちょっと発酵を見るにはねもうちょっと小さいタッパーでやればよかったんだけど、まあ多少発酵はしてるけど、裏見ると分かるんだけどね、裏見るとねちょっとこうプツプツしてるのね。まだ若い種なので勢いがあるわけではないんだけども、まあ、ちょっと今日夜焼くのは無理なので、このまま冷蔵庫に入れたいと思います。まあ野菜室とかがある人は野菜室とかに入れて、あんまり冷たくないとこにね入れると、明日の朝ちょっとさらに発酵が進むのでいいんじゃないかなと。じゃあちょっと冷蔵庫に入れますね。はい、翌朝になりましてね、これは一晩冷蔵庫に入れといて、まあ、発酵止めたかったからね、夜8時ぐらいに冷蔵庫入れたのか、発酵止めようと思って、で朝6時に出して冷蔵庫からで2時間ぐらい この状態で蓋した状態で常温に置いといたものなんだけども、どうなってるかというとね、ほとんど発酵してないね。このサイド見てみる、全然ブクブクがないし、まあ、後ろ見てもまあ多少ね発酵してるけどね、どうなんでしょうね。これやっぱり私がいつも何使ってる酵母よりかはちょっと弱いなっていう気はしますね。でまあこのまままた置いときましょう、こうやって。はい、じゃあね5時間近く経ってもうすぐ昼の1時でどうなったかというと、まあ多少発酵してるんだけど、発酵は弱いながらしてるって感じかな。
こんなに待ってもこれくらいってことは、まあ、こんなもんなんだろうなってことで、まあまあ発酵してるね。でもほらちょっと見てね、発酵はしてるわ。ほら勢いはちょっと悪いけど、まあまあ発酵はしてるみたいなので、ほらこうちょっと空気がねある感じがするでしょ。こんな感じ。これはね、一次発酵はこれでじゃあ終わりにして丸めます。生地を。まあ生地の香りがするね。で丸める。まあ今日は分割はないです。あのこれ丸ごと1個使うので。で乾燥しないようにちょっとこれをかける。これはまあいわゆるベンチタイムってやつかな。あの丸めっていうやつだね。休ませないとパンはいじりにくいので、反発する力があるからね。まあ20分ぐらいかな、休ませます。はい、じゃあね、まあ30分ぐらい経ったかな。見てみましょう。まあ、こういうふうにちょっと出るもんとしてるときは、まあ、ちょっとね発酵がいまいちっていうときなんだけど、ちょっとこうやってもう一回閉めてやるね。はい、ちょっと5分10分経ったかな。よし、こんなもんでいいでしょう。粉をつけて、ひっくり返す。でこっちが下折るでしょ、右側も折る。こう表面を張るようなイメージでね。でこっちが、まあ、やり方はいろんな人がいるんだけど、まあ大体みんなこんなもんかな。でまた折る。とにかく表面を張るように手前右左こっち、もう一回こうやるみたいなね。でこうやってまたキュルッと回すと、でなんかこうやって真似事だったと全然丸まんない。ちゃんとこうこれを割と立ててね、こうやってるだけの人いるんだけど、こうね、このこれをちゃんと立てて、丸く立ち上がった感じがするね。そしたらね、このバヌトンね、ここをくっつくのを防止したいわけよね。ここをね、粉だけだとくっつきやすいので、全粒粉とか米粉とか、まあ何でもくっつきにくいものを入れる。今日はちょっと米があるので、ちょっと米粉、まあ米粉をわざわざ買うのもあれなんで、そうね、まあ全粒粉とこの全粒粉とかでもいいかもね。まあ、今日はじゃあ米粉とこれにしようかな、白い粉。まあ、割とねがっつり入れます。閉じ目を上にする。ここが底に行くようにね。こっちがだから底になる。私は発酵機があるから発酵機に入れちゃうけど、ない人はこう濡れた布巾とかをこうやってかぶせておけばいいかな。でもう今日眠くて焼けないよっていう場合は、濡れた布巾をぴっちりこう貼って、こうこれがデレンとこう生地につかないようにね、ぴったり貼って、でこの下にくぐらせたりとかしてね、重さでちゃんとピッて貼って、で冷蔵庫にしまってで明日焼くという方法もあります。これはちょっと発酵機に入れます。でも発酵機とはいえ今日は25度くらいあるので、スイッチは入れず常温で発酵させようかなと。ほい、はい、ちょっとね今28度くらいあってね、ちょっと発酵しすぎちゃったかなという気もするんだけども、あんま勢いは良くないけどね、ちょっとまあこれでやってみましょう。はい、でですね、
カンパーニュは鍋の中で焼くので、後ろの風をね切るためと、あと蒸気を逃がさないためにこれで焼くんだけども、これだから空の状態ね。でこれ空で、余熱熱々にしてから後でパンを入れます。余熱はね260度、まあこれで260度ないんですけど、250度しかないんですけどとかいう人は250度でいいのよ。余熱ね、はい。じゃあね、余熱が完了したので、これを粉をかける。そしてクッキングシート、クッキングシート、まあちょっとこれ再利用だから色がついちゃってるけど、ひっくり返す。あ、こんな端っこに行ってしまった。ぼーっとしてた。なんかこっちを切るしかない。この熱々の鍋に入れます。熱いからね。よいしょ。したらでオーブンに入れる。こういう状態になってます。この中にパンが入ってるからね。これで20分、はい。じゃあ20分焼いたので中を見てみましょう。お、焼けてるね。焼けてる焼けてる。ほらね、いい感じになりましたね。じゃああとはね、焼き色つくまで焼きましょう。まあ10分ぐらいかな多分。いいね。さあ焼き上がったので見てみましょう。おお、ちょっと平べったいけど、まあしょうがないね。ちょっとまだ酵母に勢いがそれほどないからね。うん、でもなかなかいいんじゃないかなね。カンパーニュちょっと平たいけど、まあまあいいでしょう。そのうちね、これ酵母がどんどんかけ継ぎを何回かしてるうちにどんどん勢いがつくので、そしたらね、こう盛り上がりももっと良くなるし、あと何回か作れば良くなるんじゃないかな。まあちょっとそうか、そうするとまだ残った種でまたそれを検証しないといけないな。それはまた続きをやりましょうかね。まあ第1回目初めての人がゼロからカンパーニュを種から作ろうとした時に、でもこれぐらいのものができたら結構嬉しいと思うんだよね。はい、私もねこういうのができました。一番最初に焼いた時。じゃあ味はね、まあちょっと冷めてからだね。はい、じゃあねちょっと冷めたので切ってみようかな。まあちょっとねぺしゃんこ型なんだけど、まあ、ちょっと高さとか出てないんだけども、初めて種を起こして初めてカンパーニュを焼きましたという段階ではいいんじゃないかな、これね。私だったらこれ全然初めてパン焼いて満足するかな、これでね。でまあ慣れてきたらね、まあ、ちょっと今回はねちょっと二次発酵が長かったから高さが出てないということも考えられるし、あとはやっぱり酵母がまだ勢いがそれほど良くないっていうのもあるね。まあでも初めて種からカンパーニュを作ったってこれぐらいであればみんな満足していいんじゃないかな。でまああと種をこうどんどんかけ継ぎしていってだんだん強くなったらもっと勢いもガッて出てくるので、そうだね、そうするとまた種世話していったらどうなるかっていうのも少しやってみようかね。残った元種から、の世話の仕方からね、はい。あ、じゃあこれねちょっと多分味はね明日の方が美味しいんじゃないかなと思うので、明日味見は明日。はい、翌朝になりました。カンパーニュはね焼きたてだとちょっとこう熱々の
出来たての煮物がいまいち美味しくないのと一緒で、カンパーニュもねちょっと落ち着いた方が美味しいので、ちょっとここで味見をしてみましょう、ね、私がいつも使ってるあの何年もついてるサワーダネで作ったカンパーニュよりちょっと酸味は強いけども、でもまあいいんじゃないかね。こうやってね蜂蜜をつけたりするとね結構美味しいね。はい、ということでね、ゼロから種がない状態からパンを起こすとこういうことになりますよってことで、元種はねこれからはもうこれをキープすればいいので、ゼロから種を作ることはないので、これを生涯キープしていくわけですね。でこの生涯このキープしていく種のやり方はまた次の動画でやっていきたいと思います。単純にサワー種のかけ継ぎの方法動画とかはあの作ってあるんだけども、この若い種のね管理方法はまだ動画にしてないので、それをまた今度ね次の動画でやっていこうかなと思います。